基人、これおかしいねっていうのがリブクラインなんですけども、この人はですね、ちょっと違うタイプの天才でしたね。で、ちょっとこのビデオで後で見せてもらいますけど、フライを知ってる人はですね、あれだね、このブルーで描いてきたよね、全部ブルーで表現させてたよね、この色です、まあ、ウルトラマリンみたいな色ですね。で、28年に生まれてですね、日本にね、この人は柔道家になりに来たことがあるんです。手書きになる前です。でも、この前に、私は柔道家になって、ちょっと日本に留学してる、ね。そういう人。それで、フランス語を教えて、フランス語を教えながら柔道のトレーニングをして、余談を取っちゃったんです、ね。でも、本日に帰ったら、その余談というものが認定されなくて、柔道家として生きることができなかったので、はい、人になる。そういう変わりがないんですね。あ、これですね、余談を認めず柔道家というところで。で、モノクローム、暗色の絵画による初古典、この辺のところで制作を始めたんですね。で、インターナショナルクライブルーという、そういう、このブルーをですね、使ってやるんだということで、特許を取ったということです。あと、人体測定というのは、ね、ちょっと前有名なんですけども、これ女性にですね、インクペリングじゃないか、絵の具で描いたりするんです。こういう形の作品は、人格です。これを作ったということです。それ以外にも、まあ、炎の絵画とかですね、そばとも暗いのか、バラもやったりです。まあ、そのビデオがあります。ただ、この人は、34歳ぐらいかな。で、心臓麻痺で死んじゃったわけです。これは大天才だと思うんですけれども、早く死んじゃったらでもったいないなっていう人なんですね。ぜひ、この、変な人、まあ、でも、この人すごいねという人がいますので、ぜひ、知っておいてください。ね。何年ぐらいに出てるかな。これ、ごめんなさい。フライング空を飛ぶ、1960年。飛んでるんですよ、この人。ほら、すごいよ、これ。2階にいられるかな。この辺のところはね、何階からかわからない、飛んでる。自転車で空を飛ぶ。これ何もないよ、これ。その後、どうした。この通りですから、まだ、フォトショップがないですから、合成写真作れないんですよ。どうした。これ、海面放射器です。これ、消防室。空を飛ぶ男、どこからやってきてどこに飛ぼうとしているのか。彼こそは1950年代彗星のように現れたアーティスト、イブ・クラインです。独特の青ひと色の作品で画壇を席巻。ある時は火炎放射器を使ってその焼け跡で絵を描き、またある時は人間の体を筆のように扱い作品を制作します。青にこだわった実験的な試みの数々、イブは自由な精神をいかに表現するかを追求し続けたのです。人体を直接写し取るという荒唐無稽な手法、実はそれは日本との関わりの中から生まれたものでした。1952年、24歳の時にイブは来日します。まだアーティストとしてデビューする前のことでした。到着してすぐに出した手紙には日本への思いが綴られています。とうとう夢にまで見た憧れの日本に着いたよ。とても美しい。すぐにでも講道館に入門して柔道をするつもりです。イブが日本へ来たのはニースで習っていた柔道を極めるためでした。フランス語の教師などをしながら毎日稽古に明け暮れます。わずか15ヶ月間でヨーロッパでは最高位の四段を取得。柔道で身を立てたいと考えるようになります。
イブは柔道の機関誌に文章を寄せています。他のスポーツは全て旨味のない素っ気もないものと思われる。それらは数学的なグラフの構造のように、全く生命力の欠けたマティスの絵のようにも思われるのだ。これに反し柔道には人間味が横溢している。その日その日に命がみなぎっている。1960年11月27日、パリ中の新聞の売店に日刊誌パリソワールの日曜版が売られていました。しかしよく見ると体裁は同じですが、どこか変です。記事は全てイブ・クラインというアーティストについてしか書かれていないのです。実はこれ、イブが発行した1日限りの新聞ディマンシュだったのです。一面トップを飾ったのは空中に飛び出すイブの写真とこんな記事です。柔道四段黒帯チャンピオンのモノクロームさんは空中浮遊の訓練を積んでいる。今日空間を描く画家は実際にその空間に入ってみるべきだ。空間そのものに。何もない空間自体を見せるための写真作品。それは同時にイブが目に見えない世界を捉えようとする宣言でもありました。新しいアートへの挑戦は加速度を増します。パリ郊外のガス試験場、イブはガスバーナーの炎を顔料を塗ったカンバスに噴射しました。燃え始めたらすぐに水で消します。火と水が対決しながら生み出した痕跡による絵画です。青のモノクローム絵画に始まり、さまざまな作品で精神やエネルギーの姿を表現したイブは、ついには感性そのものを作品にしてしまいました。彼の目指したものは物質に支配された現実の世界の対極にあるものでした。しかし現実の世界にいても自由な感性にあふれた別の世界はきっと見られる。そんな奇跡をイブは見せてくれたのではないでしょうか。中澤さんはこのイブクラインのブルーに何が見えますか。このブルーは人間の心の中の無限の領域を表しているし、そのものだと思うんですね。で、20世紀になると人間は世界をどんどん拡大しようとしてきましたでしょ。実際空間拡大してきたし、だけど芸術家は自分の内面を拡大しようとしたとですね。でその時いろんな実験が行われたんですけども、その中で抽象芸術っていうのが発達して、抽象芸術っていうのは人間の内面のその高次元の状態、絶対的な自由の空間っていうのを広げていこうとする運動だったと思うんですけども、イヴ・クラインが作ったこのブルーぐらい、その20世紀抽象芸術の本質をこれだって掴んだものは少ないと思います。西洋美術ってそのまさにキリスト教の神との関係でずっと来てますよね。そうなんですね。そのある種その私たちがつかめないような天使だとか神の光だとかいったものをどう表面に表せるかということだったと思うんですけども、その中でクラインはどういう役割をしたんでしょうね。確かにこのウルトラマリンブルーに近いブルー使ったのはジオットーっていう画家がいて、はい、その時はやはり神の世界につながっていく天空を描く時に初めて開発されたブルーを使いましたけども、これを見た人はみんなびっくりしました。でヨーロッパの絵画はいつも神に向かっていましたけども、神は自分の内面に広がっている無限の空間を表してますから、その空間の入り口通路がいつも青空だったわけですね。抽象芸術の流れで言ったら、ある意味で言うと
あのイヴ・クラインというのは遅れてきた抽象芸術家かもしれませんけれども、彼が作り出したものというのは、あの1930年代あたりをピークにする抽象芸術から発展していった流れの中でも、僕は一番魅力的で一番深くて、そしてあの21世紀に通じる抽象芸術思想というのを作り出したと思いますね。この後ね、中澤伸一って宗教学者ですね。一時期あのすごくあの評判が良くて、大体あまり聞かないんですけれども、宗教を試みている人ですね。それで、まあ、今ですね、イヴ・クラインについて紹介をしましたけど、一見ね、あの派手だからやることがちょっと言いにくいんじゃないかと思うかもしれないけど、実はイヴ・クラインの発想あるいはその方法っていうのは非常にあの進んでるんですね。で、例えばですね、これ人格ですけども、あの普通に、スタンピングじゃないけども、体に墨塗ったりなんかしてベタッとするとですね、こうなるんですよ。全然綺麗じゃないね。で、足でしょ、で体でしょ、これドッパーでしょ。これ一応形は出るんだけども、それが造形的にね、もう一つあのビジットに意図的に作るわけにはいかないわけです。これね、やっぱりベタベタとつけてる、作ってると思うんですけど、実はそうじゃないんですよ。いろいろ工夫してですね、この形を作ってるっていう、そういうことで、まああの長いビデオの内容が見せなかったんですけれども、今度方法として例えばそれをピックアップしたものはね、真ん中のここの部分、胸から胴体の部分についてはね、こうやってねペタッとつけるわけですね。それで足、これはね、この高さだからピョンと飛んでね、カエルみたいにペタッと張り付いたのかっていうと、それでできないわけです。これで足の部分、これですよ、これと同じ写真なんですけど、これ見てごらん、ここの側面をこうやってペタッとこうくっつけてることによって、こう出してるわけです。この人のここが伸びちゃってるんですよね。そういうことによって、足を表現してるから、足の正面じゃないんですよ、側面を使ってベタベタとこう作り出してるっていう、そういうあのシステムにしてやってるんですね。だから結構ね、計画的にね、あの作り出してるわけですね。で、まあ、イヴ・クラインブルーっていうのはこのブルーですね、ちょっと濃い重くしブルーなんですけど、ものすごく綺麗な顔料が固着されているんですね。あとはあの金色も有名なんですよ。金で、表すということです。これはもうあの色の世界、単なる物質の表面だけの単体で表すということになりますから、この人ですよ。ほとんども抽象世界の中 の, あの概念です、コンセプチュアルアート的な要素も持ちながら表現しているという、そういう人ですから、いい加減な人ではないなということが分かる。まあ、1分ないんですけども、死んじゃいます。最後、3分ぐらいですけど、衰え描き。最後にですね、極めつけは衰え描き、ヨナス・ジェラルド、まあ、エッセイしてるんですけど、紹介人です。この人がどういうふうに抽象絵画を描くのかということをちょっと見てもらえて、ちょっとフラッとしてくれるかな、3分ぐらいで終わりますので、特にね、衰え描き。Oye, mamita linda, deja que yo te lleve a esa isla mágica, la isla del amor, la isla de la vida. Dime, princesa, soledad, ¿pa' dónde vas? Qué perdida, ¿pa' qué te pasa? Dímelo. Ahora tu corazón, ¿cómo no? Dime, princesa, soledad, ¿pa' dónde vas? Qué perdida, ¿pa' qué te pasa? Dímelo. Ahora tu corazón, ¿cómo no?
Νίκεται στο παρελθόν, μας λένε και γελάνε. Σηκώσαν τις σημαίες τους, προσπέρασαν και πάνε.今日は以上です。じゃあ感想でございます。